はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。8月15日終戦の日、メール党員様限定靖国神社正殿参拝懇親会開催いたします。党員メールをご覧ください。都内各所でですね、やめましょう女性蔑視の連邦バッシングっていうプラカを持つ連邦応援団が目撃されております。画像はですね、パヨの画像、武蔵野市三鷹駅で観測されたものなんですけれども、目黒でも大田区でも見たっていう、情報はありますね。連邦バッシングが、まあ、連邦叩きが女性蔑視だったらね、共同通信が執拗に繰り返す杉民代叩きも女性蔑視ですよね。杉田さんについて、文句垂れた記事誤解で聞かないと思うな共同通信。いちいち杉田さん の, あのツイッター見張っててストーカーやってるような共同通信。あとあのパヨ界隈も盛大に叩いてますよね、杉田美代さんね。こっちは女性蔑視じゃないのかっていう。蓮舫自身もですね、杉田批判小池批判を山ほどやってた。こっちもあの女性蔑視じゃないのかな。今後杉田叩き高市叩きがあったらですね、蓮舫叩きは女性蔑視って言ってたよなって反論できますね。高市叩きは女性蔑視じゃないの、やめましょう高市叩きは女性蔑視、女性蔑視の杉田叩き、みたいに反論できますね。まああのあいつら返答できないし逃げるんですけれども、もしくはフリーズ、立ってる連中はですね、そんなこともわからないバカども、もしくは日当目当てのアルバイトですかね。成人してからも共産主義にかぶれているのは知性が足りないって誰の言葉だったっけな。成人前に共産主義にかぶれないのは情熱が足りない、成人後は知性が足りないって言ったの誰の言葉だったっけな、思い出せないですね。神月蓮舫さん、今日も元気。立憲幹部と会談した連合吉野会長、蓮舫大敗の原因について共産党の候補と見えてしまっていた、共産党が前面に出すぎていた。神月修正を刺激されてしまった蓮舫さん、私は今回労働条件改善を強く提案、若者の雇用環境改善も提案しました。本来労働者を守る連合が要求する内容です。組合離れはこういうトップの姿勢にあるかもしれませんね。自分を応援しなかった連合を批判しておりました。私を応援しねえからあの組合離れが起きるんだわぐらいの勢いですね。朝日新聞記者、紺野忍ってやつ、共産べったりなんて事実じゃん。組合の組織率低下は蓮舫を応援しなかったからではない、自分を支持しない批判したから衰退してるって自分中心主義か、本当に恐ろしい、と書いてしまいまして、蓮舫激横、朝日新聞社に公開質問状を叩きつけました。朝日新聞社、個人の見解に投稿でしたが、配慮にかける極めて不適切な内容と考えています。会社としても本人に厳しく注意しました。関係する皆様に深くお詫びします。全面降伏、即全面降伏。蓮舫、弁護士に相談します。怒りが収まらない模様であります。やっぱあの、事実陳列罪ってあるんですね。朝日新聞としては、連合はいいけど共産党は気に入らないんですかね。共産党は共産党で新聞赤旗ってのはあるしね。よろです。今野忍のおかげで朝日新聞の売り上げがどれだけ下がるのか楽しみです。蓮舫って何もできないのになんで口出してくんだろうね。また報道に圧力かけてんのか草。なんか蓮舫で異常に吹き上がってる連中ってカルト臭がします。この程度の内容で配慮にかける投稿で厳重注意になるなら東京新聞の望月なんてクビになってなきゃおかしい。結構当たってる気がするが、なんで謝罪が必要なの。またダブスタパヨが事実陳列罪で発表してたのか。講和、立憲が政権取ったらこんなニュースが連発するのか。まあ、あの新聞とかテレビに文句垂れるっていうですね。お得意の報道への圧力ですね。反日売国偏向報道ばかりで公平な報道とは無縁な朝日新聞がちょっと事実を発信しちゃった社員を厳重注意するというジョークと。蓮舫の連合批判に共産べったりじゃーんという事実を述べてしまった朝日新聞、紺野忍記者、これにぶち切れの蓮舫は事実ほど
真実ほど人を傷つけるの見本ですね。バカにバカって言うと怒るんだよね。真実ほど人を傷つけると、共産べったりっていう表現に悪意があるっていう主張らしいんですけど、それですね、自分のためにあんなに頑張った共産に失礼じゃないんですかね。あの人らは身を挺してですね、軽犯罪相当の、R シールも貼りまくったのに報われませんね。共産べったりって言われて怒るようじゃね。自分中心主義っていうのも当たってるじゃんって。まあ左翼は全員自分中心主義なんですけどね。こちら側には絶対謝ったりしない朝日新聞、蓮舫にはすぐ謝んのな。慰安婦記事捏造なんか20年以上謝んなかったじゃん。蓮舫にはすぐ謝る。こうやって好きなことも言えずにですね、言論弾圧されてなさいよ蓮舫に。これがですね、共産党が目指す多様性の統一っていうものかもしれないですね。共産党の価値観しか認めないっつうね。多様性の統一、共生の志願みたいな。どうしてあいつらってこういう矛盾した言葉2つ並べるのが好きなんでしょうね。蓮舫に噛みつかれてざまーな朝日新聞なんですけれども、撃たれたのはトランプも悪いんですよ。なんていうですね、おいしんぼのでも日本も悪いんですよみたいな社説を書いてしまいました。世論です。読者投稿と思ったら社説かよ。中国や ロシアが何かやっても追い詰めた日米が悪いとか言うんだろう、知ってる。朝日新聞襲撃事件も煽った朝日新聞責任は重いと言えるわけだな。これで中立を装ってるつもりでなんだか超やばい。米国大使館に言いつけてやった方がいいな。トランプイコール悪って結論ありきだから。トランプイニクシで被害者批判、こういうとこが嫌われるんだよね。書いててなんかおかしいって思わんのかなって。1987年、37年前ですか、5月3日朝日新聞阪神支局が黒い目出し帽をかぶった黒装束の男に散弾銃で襲撃され、小尻智博記者が死亡、犬飼兵衛記者が重傷を負いました。なんか犬飼兵衛は胸打たれたんだけど、胸に手帳、分厚い手帳あって助かったって。朝日新聞、阪神支局襲撃事件発生、事件後ですね、赤報隊を名乗る、犯行声明、我々は本気である、すべての朝日社員に死刑を言い渡す、反日分子には極刑あるのみである、我々は最後の一人が死ぬまで処刑活動を続ける、1月24日に起きた東京本社銃撃事件も我々である、その後9月24日に名古屋本社社員寮襲撃事件、1988年年が明けて3月11日静岡支局爆破未遂事件、死亡者出した、阪神支局襲撃事件は2002年に時効となりました。犯人は未だ不明で完全犯罪となりました。動機がですね、反日分子に極刑あるのみだったから、反日に励んでた朝日新聞の責任は重いですね、これね。自分とこもやられてるのによくもですね、でもトランプも悪いですよって言えるもんだよなーって。バカなのかなって思うんですけど、朝日がバカなのか、安倍総理と仲良かったトランプは悪いに決まってるって設定は全てを覆すんですかね。朝日新聞は今でもですね、5月3日になるとですね、全力で被害者ポーズ決めて暴力による言論弾圧に屈しないぞみたいな記事書いてますけど、蓮舫の噛みつきにはたやすく屈するダブスタでかっこ悪いですね。バカでかっこ悪いんだから救いようがないですね。私が生きてるうちに朝日新聞の倒産が見たいもんですね。難民申請者のうち生活困窮の度合いが高く衣食住に欠けるなど保護が必要と認められるものに支給される保護費、単身者は最大で月額11万2000円、4人世帯なら最大で月額34万8000円、普通に働くよりいいですねこれ。2022年度204人だった対象者が2023年度、昨年は658人と3倍以上に増えました。
当初予算で足りずに補正予算組んで乗り切ったなんて本当にバカみたいだな、バカみたい本当に、世論です。与え続けるのは良くない、対外してくれ、帰ってもらえ、税金返せよ、アホらしくなるわ、税金払ったら負け、支援団体が出せよ、なんで日本人の税金でこいつら養ってんの、こいつら食わせるために額に汗して働く日本人、こんだけもらえたらそれ居座るだろ、こんなことやってりゃ範囲になるに決まってる、申請処理もっと早くしろ、2回弾いたらとっとと送り返せ、申請処理ね、1週間で済んだら2週間で送還できるのにね、試験ですけど、困窮した永住外国人に与えられる生活保護にも大反対なのに、そんなことやってる国ねえよ、永住者じゃなくてもですね、自称難民にも生活保護もらえんじゃたまったもんじゃないですね、川口クルドはこれもらうよりも解体で働く方を選んでるみたいですね。川口クルドは2020からこいつらがこれもらってたら658人では済まないですもんね。何でも言いますけど、自国からパスポートもらえて日本に来れるって外国人は難民じゃねえから、国内での難民申請窓口全部廃止しろって、外国にあるですね日本大使館に木の実木のままで転がり込んできたようなやつの話だけ聞くだけ聞いてやるって、嘘かもしんないんで、叩き出す、その場合は日本国内で難民申請受け付けんなって、それやめろ、パスポート持ってんでしょ、じゃあ迫害されてないじゃん、飛行機で来たんでしょ、じゃあ大丈夫じゃんって言ってですね、8月31日9月1日放送予定の日テレ24時間着服テレビ、着服防止策として監視カメラ、キャッシュレス募金導入を発表、問題はそこじゃないと好評を博しておりました。世論です。全部キャッシュレスにしないと着服防止にならんやん、募金、現金募金も受け付けんだって、じゃあダメじゃん、そういう問題じゃないだろ、安心しろ、募金しないから、カード会社が手数料で儲かる募金っていうのはどうかと思うぞ、主催者側が盗まないように主催者を監視カメラで監視するんだから笑うよな、管理を任せた外部業者が着服するんだろうが、キャッシュレス募金からのキャッシュレス着服、もう募金するやつなんかおらん、もう番組自体やめちまえと、大丈夫、番組見もしねえし募金も決してしませんからね、今年も着服あった方が来年のあの株主総会大荒れ警報で面白いから、ぜひ着服今年もバレてほしい、相変わらず現金による募金も受け付け、だったら全然根本的な解決になってないですね、日テレ経営陣ね、解決する気全然ないですねこれね。今日の単身です。日本政府貸付の形でウクライナに5000億円を融資すると発表、原資は凍結中のロシア資産約8兆円の運用益だそうで、血税がいかなきゃまあいいか、ロシアが買っても困るわけだしね、ロシアがもしですねウクライナの一部を奪うことに成功したら武力で国境を変えられるって調子に乗って北海道に攻めてきそうだもんね、福岡市早良区路上で面識のない25歳女性の首を後ろから殴り現金600円を奪ったインドネシア人技能実習生ロフマット・ヒダヤト28歳を逮捕、金が欲しかったとか言ってるらしいんですけど、だからっつったって見知らぬ女性をね路上でね首をね後ろから殴る、けだもんじゃねえの、殺す気満々だしさ、強盗致傷罪は懲役6年から無期ってされてますけれども、こういうね殺意むき出しのやつ、首を後ろから殴る殺意むき出しのやつは殺人未遂罪も追加してもらいたいですね。岸田の弟がインドネシア人実習生の受け入れ会社やってました。この事件間接的に岸田のせいって言えますね。被害女性に後遺症とか残んないといいんですけどね、これ体の後遺症だけじゃなくて心の後遺症もね、この女性おっかなくて路上を歩けなくなっちゃうね。後ろに人いたら殴りかかっちゃう、ゴルゴ13みたいになっちゃったらどうすんだって話ですね。九州梅雨明け、暑くなるんで熱中症に注意と気象庁が呼びかけ、昨日16日は九州全土で35度以上の最高気温を観測順次北上してくるんで
皆様もくれぐれ熱中、くれぐれも熱中症にお気をつけください。明日は都内も34度、35度になるそうであります。熱で脳みそ煮上がっちゃったらそれは不可逆的です。しゃぶしゃぶの肉想像してください。不可逆的、もう二度と生肉には戻せません。そうなっちゃったらどんな治療も及ばない怖いものですから、皆様もくれぐれもご注意ください。都議補選に擁立した8候補中6候補が落選した結果を受け、萩生田光一自民都連会長、会長辞めます。裏金の責任取って議員辞職しろっていう声多数でありました。安倍総理が辞めさせてた裏金不記載を、安倍総理の死後すぐに復活させたのが安倍派5人衆の一人ですよ、この人。自民党自体にも大迷惑かけてるのに恥ずかしくもなくよくやってられんのよなって。鍛えに鍛え抜いた面の皮って感じしますね。いちいち昭和の政治家っぽいんですけどね。イーロンマスク、これから毎月トランプに71億円献金すると発表。4500万ドルなんですけれども、まあ約71億円、総額じゃなくて毎月ですか。トランプ買ったなこれ。毎月71億円、71億円だけでも何500選挙区ありますよね、日本はね、衆院選ね。1000万円かかると500で50億円、71億円あったら戦えるな。全部の選挙区に候補立てられるな。これを毎月か、すごいな。ツイッター一生懸命やって、イーロンマスクが蓮舫がツイッター朝から晩までやってですね、頑張ってですね、イーロンマスクが儲かってトランプの献金に回れば、蓮舫さんも朝から晩までツイッターやった甲斐があるというものですね。チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。